ラルフ・エドマンド・スタンレーは、アメリカのブルーグラス・ミュージシャン。ボーカルとバンジョーの演奏を行い、ドクター・ラルフ・スタンリーとして知られる。ラルフは1946年から、兄のカーター・スタンレーと共に、スタンレー・ブラザーズでの活動や、クリンチ・マウンテン・ボーイズでの活動を行った。彼は最初期のブルーグラス・ミュージシャンの一人であり、インターナショナル・ブルーグラス・ミュージック・ホール・オブ・オーナーとの、 両方に登録されている。ラルフ・エドモンド・スタンレイは、バージニア州の南西の町に生まれ育った。俺が生まれたのはビッグ・スパラドルの中のちっぽけな町で、マククルーレと呼ばれていた。1936年からは、リケンソン郡に移り住んでいた。彼は、リーとルーシーの間に生まれ、家庭ではあまり音楽と触れ合うことなく育った。彼が言うには、俺の親父は、 楽器の演奏はしなかったが、自治協会の歌を歌っていたよ。俺は、親父の歌うマン・オブ・コンスタント・ソローだとか、プリティ・ポリーだとか、オミエ・ワイズとかを聞いたことがあるとのことである。彼は、バンジョーのクローハンマー奏法を母親から習った。1945年の5月2日、ラルフは高校を卒業し、5月16日には、陸軍に歌い、1年と少しの間在籍していた。 彼は軍を去った後、すぐに演奏活動を始めた。ドクター・ラルフ・スタンリー2006年1946年、彼は兄でギタリストのカーター・スタンレイと共に、クリンチ・マウンテン・ボーイズを結成。プリミティブ・バプティスト・ユニバーサリスト教会の独特な、単調の歌唱法など、その土地での伝統的な音楽や、カーター・ファミリーのような素朴で、家庭的なハーモニーに庭へと置き、 地元のラジオ局での活動を始めた。はじめに、ノートンのワンバで活動を始めたが、あまり長くはいなかった。その後は、ブリストルに移り、和裁部で、ファームファンタイムといった番組を始め、12年の間、しばしば出演をしていた。はじめは、ビル・モンローの楽曲を多くカバーしていた。ビル・モンローは、ブルーグラスという形態の音楽を作り出したアーティストである。 彼らはすぐに今のままじゃうまくいかねえってことに気づいた。だから、俺たちは1948年、1949年と歌を作ったのさ。俺は20曲くらい歌とバンジョーチューンを作ったけど、兄貴の方が俺より曲を作るのはうまかったな。コロンビアレコードがスタンデーブラザーズと契約した時、ビルモンローは抗議してレコードを抜けてカレコードと契約した。その後、 カーターは再びブルーグラスの父であるビル・モンローの歌を歌った。ナルフはモンローの心境の変化について、モンローは兄貴が良い歌手になるって分かってたんだな。モンローは俺たちの音楽が好きだった。俺たちの歌が好きだったんだよと語っている。スタンレー・ブラザーズは1950年代の終わりにキングレコードに入った。同時期にジェームス・ブラウンもレコードに加入。 実際のところ、ジェームス・ブラウンとスタンレイ・ブラザーズはスタンレイがフィンガー・ポッピン・タイムをレコーディングしているとき、同じスタジオにいた。ラルフ曰く、俺たちは一緒にフィンガーをポッピンさせてたのさ、ということである。キングレコードにおいて、彼らの音楽は今日知られている、スタンレイ・スタイルにより近づいていった。ラルフとカーターは彼ら兄弟とバンドのメンバーで、 クリンチ・マウンテン・ボーイズとして1946年から1966年まで活動を行った。ラルフは、カーターが他界する1967年以後、ソロになってからもバンドの名前を残し続けた。観光編からの合併症で1966年に、カーターが亡くなった後、1年としばらくの間、ラルフはもに服していた。その後、 ナルフは一人での活動を続けていくか否か、重大な決断を迫られた。ナルフは当時のことについてこう語った。俺は心配だった。本当に一人でやってけるのかわからなかった。だが、俺のとこには3000通以上のファンレターと電話が、ひっきりなしにやってきやがるんだ。俺は、キングの指導ネイトムのとこに行って行ったよ。俺に続けてほしいか。とね。そしたら奴は後悔した。 当たり前だ。二人の時以上にお前はやってみせるさ。とね。彼は一人で活動を続けると決め、クリンチマウンテンボーイズを再結成した。当時のメンバーは、ラリー・スパークス、チャーリー・サイズ・モア、ロイリー・センターズだった。その後、とに、バンドのライブで出会った。奴らはまだ16、17そこらだった。俺は、人混みの中であいつらに出会った。あいつらは、 俺たちみたいなサウンドを鳴らしてやがったんだ。彼ら二人の実力を見て、ラルフは二人を成功のチャンスを与えてやるということで、バンドに加入させた。その結果、バンドは7人のメンバー構成になった。やがて、ラルフの息子、ラルフ・スタンリー2世が、リードボーカルとリズムギターとして、バンドに加入。十七通二千十六6九百七十年周辺、ラルフは、 リケンソン軍の裁判所書機関と税務局役員に立候補宣言だけに終わった。スタンリーの楽曲は2000年の映画オブラザーに使用され、映画ではアパラチアのチンコンカオーデスが用いられた。サウンドトラックのプロデューサーはティー・ボーン・バーネット。スタンレーはバーネットの仕事へエールを送った。また、この曲でスタンレーは2002年のグラミー賞でベスト 男性、カントリー・ボーカル・パフォーマンスを受賞。ラルフは、この賞の受賞は俺にとっては、ケーキの上に氷を乗せるみたいなもんだとし、なんだか違うカテゴリーに入れられてしまったなと語った。世界のブルーグラス音楽において、ドクター・ラルフ・スタンレーとしてその名が広く知られている。ドクターが広まったのは、1976年に、テネシー州、 ハローゲートのリンカーン記念大学で名誉教授となったことに由来する。スタンレイはインターナショナルブルーグラスミュージックホールオブオーナーに1992年と2000年に登録される。また2000年から3000年の間にグランドオール、オペリに就任した最初の人物となった。ラルフはランダール・フランクやアラン・オートリーのプロデューサーに加わり、イン・ザ・ヒート・オブ・ザ・ナイトの キャスト CD クリスマスタイム SA カミンのプロデュースや CD の楽曲クリスマスタイム SA カミンでの演奏を行った。CD はサンリットと MGMUA からリリースされた。この CD は1991年と1992年に南部の販売店で最も売れたクリスマスソングアルバムとなった。2006年にはとともにヒットソングとなる。 メアンドゴッドをリリース。ジョンとエリザベス・エドワード、ラルフ・スタンレイとクリンチ・マウンテン・ボーイズと共に。2007年6月18日。2006年、ナショナル・メダル・オブ・アートを受賞。2007年11月10日、スタンレイとクリンチ・マウンテン・ボーイズは、大統領立候補者のジョン・エドワーズのために、デモインで演奏。民主党によるジェファーソン・ジャクソンデーの夕食のすぐ後に、 行われた。マン・オブ・コンスタント・ソローとオレンジ・ブロッサム・スペシャルの演奏中、スタンレーは群衆に向かって自分が1948年の初めての投票でハリー・エスト・ルーマンに入れたこと、2008年の選挙ではジョン・エドワーズに入れることを宣言した。カントリーシンガーのはダルフをミュージカルヒーローの一人であると語った。2009年10月15日、スタンレーは 自伝をコッサムブックスから出版この本は音楽ジャーナリストのエディディーンとの協調である。2012年、スタンレーはニック・ケイブの映画ローレスのサウンドトラックで数曲に参加。音楽はケイブとウォレン・エリスによる。彼のソロ楽曲ホワイト・ライト、ホワイト・ヒートは映画のいくつかのシーンで素晴らしい効果を生んでいる。スタンレーは 積極的にツアーを行っていて、2012年には、マディールーツミュージックフェスティバルインクックビル、TN へ出演したほか、2013年には、フレッシュグラスフェスティバルインノースアダムズ、MA に出演。2013年6月には、フェアウェルツアーを企画しており、NC のロッキーマウントには10月18日から、スタートして、2014年12月で引退する予定を、発表。 しかし、アメリカ芸術科学大学からの受賞に選出されたことを知り、自身のウェブサイトで引退を撤回した。2016年6月23日、スタンレーは皮膚癌との闘病の末に他界した。スタンレーはバンジョーの演奏に独自のスタイルを導入し、スタンレースタイルと呼ばれる。これは、ウェード・メーナーのトゥーフィンガー奏法の技術を進化させたもので、 あと2のスリーフィンガー双方にも影響を受ける。スタンデースタイルは、スクラックススタイルの親指の代わりに、人差し指を使うことで可能になる、驚異的に速いフォワードロールによって特徴を付けられる。しばしば、高音域にはカポンを用いた。スタンデースタイルでは、バンジョーロールが途切れない。ピッキングは、バンジョーのブリッジのすぐそばで行い、しっかりと弦を引くことで、 パリパリとしたサウンドを得ている。ありがとうございます。